こんにちは。え？おや？こんにちは。ん？いいの？クシナさん。あ、迎えの方ですか？はい。もう準備はよろしいのですか？大丈夫です。わかりました。こちらの準備は整っています。行きましょう。いよいよね。緊張してきた。俺も今日から父親だ。ナルト、やっと会えた。よし、出産したばかりで大変だけど、キュービーを完全に抑え込むよ。
四代目火影湊人、人中力から離れろ。でなければこの子の寿命は一分で終わる。お前は、クシュン、まだ九尾の封印が。さっさと人中力から離れろ。ガキがどうなってもいいのか。待て、落ち着くんだ。それはお前だ。俺は最高に冷静だ。さすがだ。だが起爆撃だ。ミナト、ナルト、よかった、ナルトに怪我はない。無理やり平石の術を使わされた。狙いはクシナ、引き離されたか。急がないと。何のつもりなの。お前から九尾を引き出し、この葉を潰す。何だと。出産で九尾の封印は弱まり、そして最も厄介な湊を今は遠ざけた。お前を救う者は誰もいない。このわずかな隙をどれほど待ったことか。お前は、出てこい、キュービー。次は木の葉だ。待って。ほう、すごいな、渦巻き一族とは。美獣を抜かれてもすぐには死なないか。
キュービの人中力だったお前だ。こいつで始末してやる。先行なだけはある。だが遅かったな。ミナト、ナルト、ナルトは無事なの？ああ、無事だよ。今は安全なところにいるよ。よかった。ミナト、あの男とキュービを今すぐ止めて、この葉へ向かう気よ。また飛んだか。まあいい。どうして？いいから。ナルトのそばに。ナルト。ありがとう。行ってらっしゃい。すぐに戻ってくるよ。俺に気づいたか。
丈夫。お父さんがすぐ悪い人を退治してくれるから。ナルト、ミナト、あなたはもう親バカ決定よね。いや、ナルトが喜ぶと思ってさ。生まれてもないのにそんなもの買ってきて、ほんと気が早すぎだってばね。ナルト、母さんはああ言ってるけど絶対喜ぶよな。もう、今、うん、動いた。ほら、やっぱり喜んでるんだよ。偶然じゃない？偶然でもいいよ、ナルトが喜んでくれてるなら。ミナト、言ってることがめちゃくちゃ。生まれてきたらいっぱい遊ぼうな、ナルト。そうね、生まれてきたらずっと一緒に。ナルト、確かあの棚に。
港、どこにおる？来るぞ！ほら、お父さんがあなたのために買ったのよ。大丈夫。大丈夫。もうすぐ俺が父親か。ねえ、どっちに似てると思う？どっちでもいいよ。俺たちの子供なんだから。ナルト、お前に会える時が待ち遠しいよ。早く会いたい、ナルト。いいか。ミナト、ありがとう。ナルト、私の子供、私たちの息子。港か。4代目。分かってる。くっ、すまない。
キュービごと飛んだのか。大丈夫かい？港、ここまではなんとかできた。けど俺のチャクラはもう。あいつは必ず止める。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り俺は。最後まで諦めない。待って。私はまた。やれる。おのれ。私、このままキュービを引きずり込んで死ぬわ。そうすればこの先キュービの復活時期を延ばすことができる。今残り少ないチャクラで
あなたたちを助けるにはそれしかない。今までいろいろありがとう。クシナ、君が。俺を四代目火影にしてくれた。君の男にしてくれた。そしてこの子の親にしてくれた。それなのに。湊、そんな顔しないで。私は嬉しいの。あなたに愛されてる。それに今日はこの子の誕生日なんだから。何より私が生きてて家族3人で暮らしてる未来を想像したら、幸せだってこと以外想像できないんだもん。ただ心残りがあるとすれば、大きくなったナルトを見てみたかったな。君がキュービと一緒に心中する必要はないよ。君の残り少ないチャクラはそのナルトとの再会のために使うんだ。君の残りのチャクラをすべてナルトへ封印する。八卦封印に組み込んでね。そしてキュービは俺が道連れにする。人中力でない俺ができる封印術は、気封じで、でもあの術は実写が。それともう一つ、
俺に封印する九尾は半分だけ。これだけの力は物理的に封印しきれない。そして戦略的にもできない。君を道連れにした九尾の封印は、復活まで人中力が不在となって美獣バランスが崩れてダメだ。四季封刃なら俺と一緒に九尾を半分だけ永久に封印できる。キュービのもう半分は世界の変革と災い、その時の救世主が予言の子ですか。そしてそれが俺かもしれないと。ナルトに封印する、八卦封印でね。君の言いたいこともわかる。でもジライア先生の言っていた世界の変革のこと、そしてそれに伴って起こる災いのこと、今日確信したことが2つある。君を襲った面の男、奴は必ず災いをもたらす。そしてそれを止めるのは、人中力として未来を切り開いてくれる。なぜかそう確信したんだ。港、でも この子を信じよう。なんたって俺たちの息子なんだから。
私たちの息子。だからこそそんな重荷をナルトには背負わせたくない。それに、なんで式風神なんか。あなたにはナルトのそばにいて成長を見守っていてほしかったのに、なんで。美中バランスのため、国のため、里のため、ナルトが犠牲になることないじゃない。国を捨てること、里を捨てること、それは子供を捨てるのと同じだよ。国が崩壊した君なら、そのことがよくわかるだろう。国を持たない人たちがどれほど過酷な人生を強いられるか。それに俺たち家族は、忍びだ。それと、俺が生きていたところで君には勝てない。母である君がほんの少しの間であっても、ナルトへ伝えられるものには俺なんかが太刀打ちできない。それは母親の役目だよ。これは君のためだけじゃない、ナルトのためにやるんだ。息子のためなら死んだっていい。それは父親でもできる役目だ。
これはまさかわしを。封印。体がしびれる。ここまで重いチャクラだとは。よし、あとは八卦封印だ。九尾をナルトへ封印する。儀式用の台座。わしをまた封印する気か。しかもあんなガキに。
これは父親でもできる役目だって言ったのに。じゃあ母親ならなおさらでしょ。夫婦喧嘩で私が負けたのは初めてね。それだけあなたが本気だってこと。ありがとう。封印にクシナと俺のチャクラを。よし、これで。当分は会えない。今ナルトに言いたいことを言っておこう。ナルト、好き嫌いしないで、いっぱい食べて、大きくなりなさい。お風呂には毎日入って、温まること。それと、夜更かししないで、いっぱい寝ること。それから、お友達を作りなさい。いっぱいじゃなくて、いいから。本当に信頼できるお友達を、数人でいいの。それと、お母さんは苦手だったけど、勉強や忍術をしっかりやりなさい。
私、得意不得意が誰しもあるものだから。あまりうまくいかなくても落ち込まないでいいからね。アカデミーでは先生や先輩のことを敬いなさい。ああ、それと大切なこと、忍びの参勤について、特にお金の貸し借りには気をつけること。任務金はちゃんと貯金すること。それとお酒は二十歳になってから。飲みすぎては体に触るから、ほどほどにすること。それと参勤で問題なのが女。母さんは女だからよくはわからないけど、とにかくこの世は男と女しかいないから、女の人に興味を持つことになっちゃうけど、変な女に引っかからないようにね。母さんのような女を見つけなさい。それと参勤といえばもう一つ、ジライア先生には気をつけなさいってばね。ナルト、これから辛いこと、苦しいこと、たくさんある。自分をちゃんと持って、そして夢を持って。そして夢を叶えようとする自信を持って。そんなことを一緒に教えてあげたい。もっと一緒にいたい。
みなと、ごめん。私ばっかり。うん、いいんだ。ナルト。父さんの言葉は、口うるさい母さんと同じかな。八卦封印。おっしゃ！うわぁ！何があった？うまくいったの？とにかく、いろいろあって。よう！そうか、そういうことか。了解。お前の顔、今、了解。一体何があったの？それは次の機会に説明するってよ。All right? え？父ちゃん、母ちゃん、俺を産んでくれて、ありがとう。戦争？ああ、お前にはまだ説明していなかったな。もうじき、そうだな、あと数日以内にこの世は戦乱に巻き込まれる。第四次忍海大戦、美獣をかけた戦いだ。だが安心しろ、キュービを殺したりはしない。キュービにはお前をぶつける約束だからな。とはいえ、お前は目を移植したばかりだ。今しばらくここで静養しておけ。
ようやくここまで来た。もはや俺の計画は成就寸前。もうすぐだ。第五章、暗躍する者。なるほどね。なかなか大変だったみたいだけど、よかったね。キュービチャクラをものにできたことも確かに嬉しいことだろうけど、それより母親に会えたことがナルトにとって何よりも大きな収穫だったようだね。よ、キュービチャクラはどんなもんだい。使い物になるか、それが問題。キュービのチャクラは俺の中の別の場所にとってある。いつも使ってるってわけじゃねえ。必要な時にキュービのチャクラを呼び出して俺の…こんな感じでな。これがキュービのおかげで急激パワーアップ。いいえ、何それで隠れてるつもりかよ。何か別のチャクラを感じるのか。感じるんだな、別の存在。それに気づかぬ俺は存在。チャクラじゃない。なんかこうモヤモヤした悪意みたいのを感じる。それだ、その憎しみや悪の感情を感じ取るようですね。お前は暁のサメ野郎。なぜだ。あの時お前は確実に俺が倒したはずだ。あなたと戦っている最中、隙を見て偽物と入れ替わっただけの話ですよ。本物の私はサメ肌として常にあなたと共にあった。何？霧隠れの術。ハチビ、あなたのそばにいたおかげで忍び連合の情報を随分と集めることができました。感謝しますよ。あいつ、情報を持って逃げるつもりか。逃がさないよ。真実の滝だと？ナルトはそんな危険な場所に向かったってのか。ええ、青春の中でもがく若者を放ってはおけない。ナルトのもて俺は走るぞ。この人ちょっとあれなんで。すみ、いえ、行くぞ青葉。あ、やっぱり俺も行くんですね。